カワポンです。2024年の2月9日のニュースのポイントになります。これらの情報はすべてまとめて販売しています。調べる手間が激減しますので、ぜひコメント欄でご確認ください。さて、この日は上智と G マーチの文系学部が勢ぞろいしていますので、大きな分散効果が見込めるでしょう。特に上智大学の経済学部と法学部が2024年からこの日に参入になりましたので、分散効果が高まっています。青山学院大学の総合文化政策学部は出願条件に英検スコア2100が必要になります。あと社会情報学部は3つの方式で共通テストが不要となりました。志願者は増加すると思います。中央大学の6学部共通選抜入試はこの日の分散効果を高めてくれるでしょう。なお理工学部と国際情報学部は実施がありません。立教大学の存在も大きいです。文系理系すべての学部の受験が可能です。分散効果に貢献してくれるでしょう。明治の国際日本学部は志願者は下落傾向です。学習院の文学部のクラス入試は文学部のメインの方式になります。心理学科は倍率が高くなりますので、安易な出願はご注意ください。法政大学はすべて多摩キャンパスの学部になりますので、人気は一旦下がります。この日の中では穴場と見ていいでしょう。なお、この日は成蹊大学、成城大学、明治学院大学の入試はありません。ありがとうございました。